どうもマシュです。いや今回もねワーゲンのイベントに遊びに来てますけども、はい、僕はね奥の方にね止めて今ブラブラと散策中でございます。すげえね、これめちゃくちゃ後ろ見える、これめちゃくちゃねたくさんワーゲンあるね。なんか聞いた話によるとここが一番でかいらしいよ。いつもなんか行ってる油壺とかよりもなんか出店台数が多いらしい。うん、まだ多分ね全部来てないと思うんだけど、全部入るともう相当数いるみたいだね。かっこよ、やば、すげえな。なんか毎度のことね、詳細なこと聞かずに来てるからね、どういうイベントなのかとかよく分かってないけど、まあね私は、まあ、古着ですよね、うん、なんかそういうのをこう売ってるとこあったらいいなと思いつつなんかブラブラしてますけど、あんのかな。車のイベント来て車撮るよって感じだよね。でもなんかねみんな車見たくないでしょ、多分古着でしょみたいの。じゃあちょっと古着を見ましょうね。古着を売ってないなんてことある？結構ね難しいんだよねこういうイベント。あ、売ってる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 ぞ古着がありますよ。はいはいはい、すいません、ここ見てもいいですか？動画撮ってもいいですか？あ、ありがとうございます。すげえ、めっちゃいっぱいある。おー、スタープレイあるで、すげえいいな。スタープレイにバンズとかもいっぱいありますね。ちょっと飛んじゃってっかな、ちょっと白飛びしてるかな、ちょっとだけ白飛びしてるかな。517、これいくらですか？4000円。お、いいね。501、1500円、復刻のやつかな。復刻の501、これいいな。スタプレイいくらですか？このスタプレイいくら？あ、5000円。5000円。あ、あったあった。あ、いいな。スタプレイ何でしたっけ？マッシュさんでしたっけ？あ、見てくれてます？見た。あ、ありがとうございます、すいません。めちゃくちゃ可愛いぞこれ、いいな。2000円、可愛いこれ。わあ、これいいな。505ストライプ9000円。ちょっと白飛んでっかな。いいなこれ、これめっちゃいい、欲しい。ヘインツの白 T、 いいね。 L サイズ、いいな。わ、いいね。 80s のリンガーっぽいやつ、かわいい。4000円、これいいな。これめっちゃいいな。これこのベスパも売ってるんですか？かわいい。これ1万円だぜ、よくね。これいいな。いやー、よかったな。迷うね。あ、普通になんかストライプのリーバイスよかったな。多分2000年入って以降のモデルだと思うんだけど、でなんかセブンティーズにねああいう感じの派手なやつさあるじゃん。あのテイストのリーバイス好きだからちょっとグッときたね。いいね。しかもなんか知っててくださっててありがたい限りですわ。前回ね油壺でおもちゃ売ってた人がねまたいたのでちょっと見させてもらおうかなと思います。そんでね見つけちゃったよ、いいの。ビートルのバッグ、これめちゃくちゃいいね。俺っぽくていいねこれ。アディダスのやつとかねいろいろ持ってたんだけどね全部売れちゃったからさ。でもなんかこれいいね、ブランド関係ないのと、あとこれ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 ついてるやつがなかなかないんですよ。いいの見つけちゃったな、これ買おうかな。これか本当はこっちのねおもちゃのラインナップも欲しいですよね。いいなこれ、めちゃくちゃいいな。おもちゃめっちゃある。いいな、コーラかわいい。1300円ならこれめちゃくちゃいいな、欲しいな。ここいいな、どうしようかな、なんか買いたいな。これいいな、どうしよう。5000円、かわいいね。いやこれね、このベルトついてんのいいんだよな。あ、かわいい、これこれマジでいいな、かわいい。3個で5000円、ペッパー買っちゃったら1個残っちゃうよ、ソルト。すげえ、これめちゃくちゃかわいいんだけど、これ
ね、卓上にあったらよくない？かわいい。すげえマジで。いやどうすっかな。こういうところはさ基本現金だからな。いやどうすっかな。ムーンとか来てるよね。まあちょっとねどうしましょうかね。あのバッグめっちゃいいな。5000円か。あれ系のバッグな好きなんすよね。買っちゃうよね。5000円はねめちゃくちゃ安いっす。ちなみにだいたいね古着で出てきたらね9000円コースだからね。5000円はねかなり安いっすね。はい。だな。しかもね何がいいってね、あのベルトちゃんとついてんだよね。だいたいベルトついてないから。あれ俺毎回ねベルトついてたらいいなと思ってたんだけど、いやいいねあれは。でも買って1個だね。うん。現金ないからね。なんか端のお店もねなんかオープンし始めてきてるから、ちょっと端のお店も行きますかね。かっけえ車いっぱいあんな。おお T シャツがちょろっと出てるぞ。この辺ちょっと見るか。かわいい T シャツがいっぱい置いてある。お、スパイダーマンいいじゃんこれ。何年生ちょっと見えないけど XL っすね。500円。あこれいいじゃんこれ。でこの辺いいな。これ500円ですか。はい、500円今したんです。あ、したの、はい、あすごい。スパイダーマン古着なんで。え、古着屋さんではなく。もう安くたんで。あ、そうなんですね。で、いっぱい持ってる。はい、そうです。僕洋服好きなんですけど。あ、そうですよね。洋服屋さんあんまないからいいなと思いつつ。多い時多いですよね。うん。この辺欲しいな。あ、本当ですか。嬉しい。ちょっと一瞬これをじゃあ、はい、どうしよう。セッペリン、はい。はあ、サイズとか別にいいんですか。ちょっと大きくても。なんかむしろ大きい方が今そうです。うん。500円。これも500円。はい。てかこれいいな。ドラゴンボールこれも500円。そうです。でスパイダーマンも500円。そうです。500円になりました。今なりました。これいいな。これとこれと、はい、あ、いいですか。袋入れますよ。いただけるとありがたいです。ちなみにまとめたらちょっと安くなったりします。何個まとめます。今のところとりあえずこれと、これどうしようかな。なんかつなぎ置いてありませんでした。売れたんですよ。あ、売れちゃったんだ。それで XL なんですよ。レッドキャップいいな。ここだけ残ってる。2500円。カーテンいいな。それなんかおすすめっぽいですね。タイプ2のカーテン4500円。かわいい。カーテンつけたいんだよな。タイプ2乗ってて。ですか。カーテンつけたいなと思いつつ。タイプ2あっちの端に止まってるんで。へー。まあ、何も出店とかはしてないですけど。へー。これはタイプ2は今眠っちゃってます。あ、そうなんですね。はい。何乗られてるんですか。今ビートルの66ですけど、このベッドなんですけど、はいはいはい、タイプ2はちょっともう口落ちてるっていうか口落ちてる。かわいい。これ布。これは布です。カーズの布。2m43×165 ぐらいかな。セミダブルベッドが入るから。あ、いいですね。じゃあ子供用のシートなんですね。うわいいな。レッチリ。これがねサイズがちょっとね。あ、 M なんですね。そうなんです。それが大きかったらね。じゃあとりあえずスパイダーマンとドラゴンボールと、はい、これも買おうかな。じゃあどうせなら。これおすすめですよ。そしたらじゃあこれも、はい、いいんですか。はい、じゃあこれで本当だったら1000、2000じゃないですか。はい、じゃあ1500円で。わ、ありがとうございます。買います。いいですね。めちゃくちゃいい買い物したわ。これ1500円。スパイダーマンの T シャツ500円って安っ。安すぎだろ。しかも XL の青赤だって安いでしょ。めちゃくちゃやば。しかもね3枚まとめて買ったら、まあ、実質1枚無料みたいな感じだったんで、まあ、実質0円でスパイダーマンゲットですね。これはやべえ。やっぱ探すとあるな。なんかちょこちょこね。うわ、あと2店舗ぐらい行きたいね。なんかないかな。とりあえずなんかバンズのおもろい店とかあればいいんだけどな。可愛らしいバンズを見つけましたよ。いいね、バンズ可愛い。一足5000円。いいっすね。これめっちゃ可愛い。ちょっとパテントのバンズっすね。めちゃくちゃいいな。ラジオ、うわ俺んとこないからな。ラジオつけたいんだよな。
1万5000円ありだね。このラジオってタイプ2につくんですか？あ、そうなんだ。どうなんですかね、あそこって一緒なんですかね。どうなんだろう、詳しくあれ、なんでタイプ1のとカルマってタイプ違うんだよね。あ、そうなんですね。ってなると、もしかしたらタイプ2はサイズ違うかもしれない。どっちで合うかっすよね。ええー。もしかしたら YouTuber かな。僕 YouTuber です。え、バス乗ってる人ですか？あ、黄色のバス乗ってます。あ、見てくれてます。多分知ってます。嬉しい。今あそこにいるんですよ。あれ僕でちょうどあの買った頃の YouTube を、はい、あ、見てくれてます。嬉しい。ちょうど1年経ったかなぐらいで、やっぱりなんか1年経つといろいろパーツ欲しいなと思いつつ も全然わかんないから。64年式です。21。いや、ほんとずっと探しててたまたま見つけてようやく買えたって感じですね。どうしよう、ちょっとラジオ検討します。すいません、ありがとうございます。ラジオいいな、めちゃくちゃ。いや、いいね。ちょっと一旦ベースにキャンプに戻ります。イエーイ、黄色が売れました。てかイエーイ、ピンクも売れました。ぜひぜひガシガシ使っちゃってください。ありがとうございます。かっこいい、これやば。私なんかこれさ、しかもなんかこれ優勝してる、なんか賞でレースで優勝してる、すげえ。個人的にはこれめっちゃ気になるな。すげえ、めっちゃかっこよかったな、さっきの。なんか賞をね、賞っていうかレースで優勝してる車っぽかったね。すごいね。まあ、個人的にはね、それも気になるんだけど、あの飾ってあったスウェットめっちゃ気になったわ。うわ、ウエストフォリア純正テント。いいな。カータープ欲しいんだよね。うん、カータープさえあればね、フリマの時雨を一瞬しのげるから。お隣さんのところに G ショックある。5000円。いいな。てかこのスピーカーかわいいんだよな。これかわいい。1000円。いや、一周してきたけど、まあアパレルはこんなもんかな。まあちょこちょこね、出てるところもありつつ、まあこんなもんかな。うん。まあちょっとこっからはね、バーベキュー楽しみつつだね。まあ、ちょっとなんか夕方になってなんか面白いの追加で出す人がいたら、なんかその辺拾いに行こうかなと思っております。はい、まあ、てな感じでね、この動画が良かったよって方はね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。いやー、暑いね。またちょっとね、あの面白い古着見つけたらどっかでまた紹介するので、ぜひ楽しみに待っててください。まあ、とりあえず今回は以上かな。まあ、なんかもしかしたらワーゲンのね、あのご飯出してるとことか、なんかちょっとね、あの食べ物系とかレビューするかもだけど、一旦閉めます。ではまた、バイバイ。